うん。え、待って。待って。忙しいようで。何？何が待ったの？何が欲しかったの？何が？いや、持ち丸のうんこ落ちてると思った。拾って？もういいや、後で食べてからにしよう。いやおかしいでしょ。食べよう。お腹すいたかな。いただきまーす。しゃぶしゃぶ。これポン酢にする。なんで俺のところにご飯が二つもあんの？だる。ひど。何だるって。何だるって何？俺の分だろうよ。どう考えてもよ。まあなんでこんな真っ昼か間からしゃぶしゃぶをやってるかというとさ、家の近くに高級しゃぶしゃぶ店があるんだけど、うん、そこがランチを始めたのよ、はい、でそこのランチじゃあちょっと行ってみるってなったけど、うん、いろいろね事前にメニュー調べたら、うん、高くねってなって家で高いからまあそれなりのものを求めますよ。いやそうよ。でも正直ね、うん、人入って行ってるとこ見たことない。あーそこのお店ね、うん、うん、そんなこと言うなよ。だってそうじゃんよ、見たことあるじゃん。ない。 あそこの2階に上がっていく人僕見たことない。まあそうね、ちょっとね誰かしら行ってくれてさ、噂も聞かないし。そうね。いや、とりあえず、うん、ありがとう。あとお肉自分で好きにしゃべしゃべして、うん、いやー、毎日暑いよ。これ、うん？いや、わかんないんだけど、僕、肉の種類あんま正直得意じゃないんだけどさ。豚肉。あ、豚肉で食べるもの、ね、うん。あ、牛しゃぶもあるけど、豚しゃぶもある。ああ鶏しゃぶもある。牛しゃぶはちょっと生とかでもいける。牛はいけると思うけど、豚は多分しっかり火通した方が。あ、でも今もいけるよ。あ、ほんと。あ、もういける。食べよ。レタスもシャキシャキの時の方が美味しいんじゃない？あ、そうね。早めに。あ、いいじゃん。いい。うん。あは。気をつけて。美味しい。うん。美味しい、うん。これはうまい。美味しいね。うん。肉食べたいよ。うん。大変でしょ？大変だよね。全然大変じゃない。俺ちょっと嫌なんでしょ、この一枚一枚入れるスタイルが。まあ得意じゃないね。じゃあ2枚ずつにしてやるよ。俺このスタイルがいいのよ。うん、じゃあお願いします。やりたい人はお願いします、うん。自分が食べたいやつを入れるっていう。まあいいのよ。なんか最初から全部入ってて。うん、いや、でもこの方が肉美味しいと思う。そうよ。美味しい状態で食べれるから。うん、暑いけど、クーラーが効いた部屋で鍋食べるってのもいいじゃん。うん。最近またさ、BL ドラマめっちゃやってるよね。一生やってんじゃん。一生やってるよね。うん、次から次に出てくるよね。最近あれにハマってんの。日だまりが聞こえる。かわいいや、あの二人。かわいいから、うん、メインを張れてるの。そうよね。うん、なんか昔あれさ、映画あったよね。あ、うん、あったあった。だいぶ前。うんうん。あんま見てない。あれもよかったね。映画と全く同じ内容をするのかなと思ってたらさ、うんうん、ドラマは、その先をやるんだよね。はい、その先もやるの。もともと原作がそっちなんじゃない？だから映画自体がもうほんと途中で終わってたんだなと思って。あで、原作も見たんだけどさ、うん、みたいな。うん、面白い。あれも面白いし、うん、山崎まさよしのやつ、あー見てみて。でも超非現実的なさ、警察官とさ、コンビニ店員の大学生のさ BL も今あるじゃん、うんうん、あれめっちゃ気楽に見れていいよね。あー、わかるわかるね。ありえねえだろうと思って。何が？警察官がさ、毎日コンビニに行ってさ、男の子にさ、めっちゃアプローチするんだよ。ご飯作ってとか言って。ありえねえだろと。確かに怖いよね。だってこの間の回もさ、なんか強盗かなんかさ捕まえたらさ、その後なんか一緒にご飯食べてたりとかして、その後なんかいろいろ取り調べとかするんじゃないのみたいな。上がりみたいな。まあ、引き継いだのよ。あ、引き継いだのね。あ、残りの野菜もそれ入れちゃおうよ。
え今うん。え、そうなのえ、任せるけど。え、入れるのあ、ちょっと待とう。うん。一回ガッて入れよう。翔ちゃんがね、嫌いだからね、このスタイル。何がこのちょこちょこ入れるスタイル嫌いだから、まあね、うん、嫌いっていうかまあそんなんじゃ専属の入れてくれる人がいるならばいいよ。あの、オッケーオッケーオッケー。ほら、うん、言った。だって焼肉とかもそうだけどさ、絶対入れる要員が一人必要になるじゃん。あれちょっとかわいそうなんだよね。焼肉とかバーベキューとか、ね、いや、そう、好きな人はいいよ、それ入れるのが好きな人はいいじゃん。そこまで多いくないでしょ、好きな人って。まあそうね。え、そんないらない、そんな食べれんの。だから余ったらさ、別に、てかもういい、食べれるよ、食べれるよ、食べてます。うん、食べてほら、食べて。うん、なんかご飯のおかず欲しい。まあ、本音は納豆とかいる。いい、大丈夫。ありがとう。大丈夫。うん、大丈夫よ。しゃべしゃべってあれなんだよね、ご飯に合わないんだよ。あ、それこそさ、そういうことよ。シチューがさ、ご飯のおかずにならないっていうのは、こういうことよ。まあね、俺の感覚で言うとね、うん。あっさりしてるから余計にね。うん。あと、締めしよ、締め。何締めって。そうめん。温度さん、大阪行こう。何しに旅行。旅行うん。うん、いいよ。USJ 行こう。うん。疲れちゃう。そりゃ疲れるよ。うん、疲れちゃう。2泊くらいしたいね、そしたらね。うん、もう1日は USJ 行って、うん、楽しんで、うん、もう疲れて、うん、2人で休んで、うん、で、2日目とかは、ザ・大阪を楽しむ。うん。何食べたい？だってさ、正直さ、うん、いや、美味しいと思うけど、たこ焼きとかもさ、食べれるしね。そうなんですよ。そうなんですよ。お好み焼きも食べれるしね。そうなんですよ。ゴーゴーイチの肉まんも食べれるしね。そうなんですよ。なんか、ここしか取れないものってない、ね、ないよ、もう、今の世の中。ここでしか絶対食べれないとかね。うん。まあ、そういうお店のさ、うん。なんか、ここは、このお好み焼きが有名だもの、うん、ここでしか食べれないみたいなのはあるかもしれないけど、うん、そうね。ねえ、でもなんか言うて大体一緒じゃん。そう。だから、あれなのよ、うん、あの、あえてさ、地方に行ってさ、うん、チェーン店を食べに行くみたいな。ああ、そこ、ご当地、そこでしかないチェーン店ファミレスとかね。を食べに行く。はい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 。うん。え、大阪あんの？なんかその、大阪にしかない。え、わからない。チェーン店の。あ、でも美味しいと思うね。やっぱ出汁違うんじゃない？おっ、まあ雰囲気もあるしね。その、まあまあ、土地の。うん。関西弁にまみれながらさ、せやかて工藤つって言われながら。うん。内容薄。薄さで生きてきたもんね、今まで。そう、うん。薄さに。薄さから薄さで。薄さに定評があるかな、俺。ね。うん。薄く生きてきたもんね、逆に。そうよ、あれ、なんだっけ、ほら、あそこの、ゴムの会社。いやだ、もう、使いづらいわ、それ。岡本張りの。ああ、薄さ。薄さ。うん、別に厚みなんかいらない。うん、極薄。うん、極薄の人として生きてきた。0.01 ミリ。うん。でも、大阪行きたいわ。うん。もっと食べるでしょ？うん、喋れるようになってきた。うんうんうん。入れちゃおう。なんか、マックとか食いたい。あの、いや別に大阪でじゃないよ。今だよ。今ね。うん、別に大阪のマックって別に一緒よね。一緒だよ。別に大阪限定とかないよ。ない。今食べたいんです、僕は。ああ、いいじゃん。あと、買おう。うん。買う。うん。え、どうなの中は。え、ちょうど、まだ食べれる。まあ、うん、でもちょうどいい感じになってきた。まあでも、いいよね。野菜と肉でお腹いっぱいするのはいいよ、ね。そうよ。健康的よ。今日何もしてないね。いいのよ、そういう日があっても。もちまるの散歩は朝、7時ぐらいに行って、うん、そこからまた二度寝して、うん、
12時ぐらいになって。うん。いいじゃん、そういう日。なんか最近さ、うちが朝、結構しっかり早めに起きてさ、行動することが多かったじゃん。まあね。いいんだよ、そういう日があっても。うん。IKEA に行こうかっていう話してたけどね。そう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 。行く気がなくなった。IKEA ねー。ザリガニ食べたい。あー、そうだった。また。え、いや、今の時期だけでしょ。え、でも、ま、もうあるかどうかわかんないよ。え、そんなに早いの？うん。多分。そんなに早い。え、どんぐらいの期間？え？結構多分、短いんだ。2ヶ月くらいで終わるんじゃない？わかんないけど。もう食べれると思う。うん。こんなは食えないよね。こんなは食えないよ。入れすぎた。どうするのよ。じゃあ、後でなんかスープとかにしてもいいし。あ、味噌汁とか。あ、味噌汁。わ、いいじゃん。うん。天才だな。いや、それがいいよ。うん。こんな食べれない。もう。大丈夫。大丈夫。一旦、もちまるちゃんが、もう、すんごい落ち着いちゃったから、ここで。うん。うん。あ、でも美味しい。美味しい？うん。なんか鍋ってさ、初デートぐらいのさ、うん、なんか時気まずいかもね。そうね。誰入れる、うん、とか一緒の鍋つつきたくないとかそういう人もいるじゃん。いやいや、だったら鍋選ばないでしょ、そもそも、うんうんうん、え、初デートどこ行く？ご飯。え、わかんないな。何百年前すぎてもうわかんない。だって俺が最後でしょ、初デート。そりゃそうだろ。じゃあ理想の初デートは？わかんない、もうわかんないよ。だからまあ、いいよ、まあ、例えば、うん、俺が、まあ、いなくなりました。今後新しい別の人とデートします。じゃあいいよ、真剣佑とデートします。どういうデートしたい？いや無理よ、一緒に歩くの申し訳なさすぎる。無理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 。一緒でもあれなんだよ、向こうから、え、今度一緒にデートしましょう。でも、はい、多分日本じゃいろいろあるから、ちょっとアメリカでとか言うんだよ。うん。うわ、引っ越。どうしよう。人がダメだったか、人が良くないか、うん。もう一緒にいるだけでなんかテンション上がりそうだもん。まあね。うん。人生のご褒美じゃん、そんなの、マジで。じゃあちょっと、冴えないんだけど、見た目は、まあちょっとタイプで。冴えない見た目がタイプ、うん、うん。見た目はタイプ。でも、ちょっとそんな、冴えないような人。負けんみたいなオーラとか一切ない。ああ、じゃあ、分かった、分かった。一般的な人ね。うん。ちょっと冴えない。冴えなきゃなきゃいけないの。だってほら、あの、陽キャな人だと、しょうちゃん合わないでしょ。ああ、だね。だねだねだね。だからちょっと冴えない感じの人と、うん、週末会うことになりました、うん。どこ行きたい？何食べたい？で週末やめていい？あの、あ、平日でもいい。そう、平日がいい。人が多いからね。そう。めんどくせえな、お前。週末、あの、平日休みってことにして、その人。いいよ。サービス業ね。サービス業、まあ、サービス業、うん。で、サービス業、時間が取れないから嫌だ。もうめんどくせえな。なんか、融通が効く、うんうん、そうね。平日休み。フリーランスとしてフリーランスって何者かもわかんないから、ちょっと。まあ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 、いいよ。設定はいいよ。じゃあ、まず、待ち合わせ場所決めよう。待ち合わせ場所？うん。何をするかからだよね。どう？なんかそのデートの日のプランは、はい、もう考えてってきてほしい。え、それともなんか自分で考えたい？え、考えてくれるなら考えてほしいかも。ああ。え、でも、じゃあ、どういうプランだったら嬉しい？なんか、恥ずかしいな。なんか言いたくない。No！ なんか嫌だ、ちょっと。恥ずかしい。ほんと。うん。いや、いいんだけどさ。なんかバレたくない、この。なんか、あ、こういうのが好きなんだとか思われるのも恥ずかしいしさ。え、いいじゃん。なんかもう、うちらは今となってはさ。うん。どうする？あ、そうね。今日どうする？うん。いや、わかんない。なんか、趣味がなさすぎて。じゃあ、いくつか言うから、それがありかなしか。はい。まず、うん。待ち合わせ場所は、八王子駅。え？
うん、いいよ。で？で、車で迎えに来てくれて、ドライブデート。場所は、山梨。あー。で、お昼ご飯は、ほうとう。あー。ってことは、その人は八王子ら辺に住んでる人と、都内じゃなくて八王子ら辺に住んでる人ってことね。そうね、そうね。そうだよね。だからちょっと西寄りな方。あー。が、プラン1。うんうんうん。プラン2。うん。面白い。立川駅集合場所。立川駅、うん。で、映画デート。ああ、なんかあるよね、ピカデリーかなんかあるよね。あるある。で、立川で映画見て、ちょっとおしゃれな、イタリアンで、ランチ。え、ちょっと待って。うん。思いつく。え、立川いいかもね。立川。そうでしょ？うん。ご飯食べて、うん。で、そのイケアとか行って、うん。まだよくわかんないけど、こういう家いいよねとか話し合ってさ、うん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 、こういうの置きたいよねとか言って、うん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 、話しちゃうかも。あうん。いいね。うん、わ、引き立ちゃうじゃん、そんなんもう。付き合った時のことも想像してるってことでしょ。うん。俺は好き側でしょ、だって。向こうはどうかわかんないけどってことでしょ。あ、そう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 。うんうんうん。まあ、向こうもちょっとは気があるよ。だってデートしてんの。いや、わかんないじゃん、そんな。あ、それはもう空想だからさ、なんとでもなるから。まあ、そうか、そうか、そうか。現実の恋バナをしてるわけじゃない。確かに。